チェリーは難しいので、まあ、これから彼が慣れていくのにまだ少し時間が必要かと思います。うん、まだそうですね、その良い点を挙げるというまでにあてはまだ彼ももう少しプレーしていかないといけないと思うのでそうですね、まあ、プレッシャーとかもあるので、まあ、コンディションとかも崩れやすいセリアなのでもう少しこう様子を見ながら良い点があるかというのは答えたいと思います。